はい、こんにちは、木澤です。今回はですね、ガジェットのレビューをしたいと思います。大きいマウスパッド、本当に大きいね、マウスパッドの紹介をしたいと思います。今回購入したのは、キングストンテクノロジーのフリー S プロゲーミングマウスパッドというものです。で、これ購入に至った経緯をですね、ちょっと簡単に話しますと、こちらですね、もともとはね、ちょっとマウスパッドを欲しかったんですね。結構狭いマウスパッドだったんで、もっと広めのやつが欲しいなということで、初めね、このロジクールの G640 というマウスパッド、大きさがね、40cm×46cm というマウスパッドを買おうかなと思ってたんですね。で、いろいろとこう選んでるうちに、キーボードも丸ごと置けるね、でもデスクマットに近い大きいものもありますよって話があって、で、それもいいかなと思ってね、ちょっとそちらも見てみました。で、そこでね、実際そのキーボード、これ見えないか、キーボードとこうマウスの操作エリアっていうのはちょっとあまり限定したくないなっていう。例えばマウスパッドの外にはマウス持っていけないんで、まあちょっとそこら辺をね、こう境目なく使えるといいかなと思って、ちょっと広めのやつを選んでみました。で、最初ね、買おうとしたのがこれですね。Amazon で売ってるんですけども、Amazon ベーシックのマウスパッドゲーム用拡張サイズ、これエクステンデッドっていう、この XXL のね、さらに上のサイズなんですね。で、横幅が91センチの、高さ、奥行きが42センチというものになります。で、横幅90センチというと、ちょうど自分の操作する、マウスとかキーボードを操作する範囲にちょうど収まる感じで、机の上にもちょうどいい感じに置けるんですね。まあ、それでね、これいいかなと思ったんですが、厚さが 0.25 センチって、まあ 2.5 ミリですね。まあ、そうなるんで、ちょっと薄っぺらいのかなっていうのはあったんですね。で、まあ、お値段が1523円ってことで、これ実はペラペラじゃないかなっていうところもあって、じゃあお店でいろいろ見てみようということになりました。で、ヨドバシカメラのマルチミディ横浜行って、見つけたのがですね、このキングストンテクノロジーのハイパー X フリー S プロゲーミングマウスパッドと。いうものになります。まあ、ゲーミングマウスパッドを買うとでもないかなと思ったんですけども、結構そのいろいろこうマウスを動かしたりとか、キーボードを操作したりとかでですね、この操作範囲をこうあまり限定したくないっていうことと、まあ、広々として快適に使えるんじゃないかってことでね、ゲームに限ったことでもなく、こう使えるんじゃないかなっていうことでね、ちょっと物色してみました。で、実際見てみたのがこちらで、ヨドバシの方にですね、現物がありましたんで、見てみました。これが、これ2種類あるんですけどね、この標準サイズ、これを買いました。これの、ね、XL ってサイズですね。横幅90センチ、奥行きが42センチか、というものになります。で、ちなみにこれ標準タイプとスピードエディションってちょっと柄がついたやつありますね。スピードエディションってこのマウスの滑りがいいんですね。で、よくゲーミングマウスで言われてる標準って言ってるのは、いわゆるコントロール型で、スピードエディションっていうのは、そのマウスの滑りがいいスピード型っていうことで2種類あります。で、結局買ってきたのはこの標準サイズの特大型っていうことになります。箱がこんな感じですね。ヨドバシで4050円でした。アマゾンだと3600円で、こっちの安かったんですけどね。こんなような感じで、売ってました。で、実際机の上に置いてね、マウスとキーボードを置いてみたところをちょっとお見せしたいと思います。ぜひ見てみてください。はい、こちらがキングストンテクノロジーのフリー S プロゲーミングマウスパッドになります。横幅90センチ、奥行き42センチの大きなマウスパッドになります。ちょうどね、机のほぼマウスとキーボードを置くエリア、ほぼカバーするような形になっています。じゃあちょっとキーボードとマウスを置いてみます。はい、キーボードとマウスを置いてみました。かなりね、広々と使えるんですね。で、この右上にあるのは、サーフェスダイヤルです。で、こうマウスをね、まあ、かなり広い範囲で使うことができますし、キーボードの手前にマウスを持ってくることもあるんで、結構操作性も良くなってます。キーボードもね、ちょっと場所をずらしたりとかね、結構こうすごく滑りやすいんで、ちょっと動かしやすい感じがしてます。で、マウスパッドのね、こう縁もかなり布でね、きちんと塗ってるし、もう裏はゴム製でかなり固定されてます。で、
かなりしっかりしています、はい、こちらがキングストンテクノロジーハイパー X フリー S プロゲーミングマウスパッドになります。はい、ということでね、実際こう置いてみた感じだとすごくいい感じで操作がしやすいっていう、何よりもこう境目なく操作ができるってところがすごくいいなと思います。まあ、結構ね気分的に楽になったってところがあります。あとはキーボードを操作するときにパームレストってほどじゃないんですけど、キーボードの手首のところがね、ちょうどこのマウスパッドにも手首を置くところもマウスパッドになってるんで、ある程度クッション性があるんでね、パームレストっぽいところがあって、手首の疲れもちょっとないなっていうところもありますんで、まあ、それだけでもすごく良くなったと思っています。まあ、ということで大きいマウスパッド買ってみました。操作性良くしてみたいとか、ちょっとこうマウスをいじってる時にこう位置を動かす時にね、こう持ち上げて別の場所に置いてマウスを狭い範囲で動かすっていうんでちょっと苦労されてる方がおられましたら、もう本当に自由に広い範囲を自由に使えるマウスパッドありますんで、ちょっと検討してみていただくといいかと思っています。はい、そういうことでね、このチャンネルではこういったデジタルガジェットとか、あとマイクロソフトのテクノロジーとか製品とかについてお話をしています。もしこのチャンネル見ていいなと思ったらいいね評価していただくと嬉しいです。またチャンネル登録もしていただくと嬉しいです。それではどうもありがとうございました。ではまた。フェードアウト。